さあ始まりました最強キャラ決定トーナメント。本日は準々決勝第1試合第2試合の様子をご覧いただければと思います。それではデュエルスタンバイ。準々決勝第1試合宿命の対決です。お前の持ちうる最高の戦術で挑んできな。待っていたぞ遊戯、今日こそ貴様との決着をつける。デュエル俺のターン。さあ闇遊戯選手 VS 海馬瀬戸選手、これは熱い戦いになりそうです。さあ貴様のターンだ。まさに原作通りのデュエルとカードを引くぜ。いったところでしょうか。さあ闇遊戯選手手札はかなりいいです。永続魔法発動。さあ今日の魔導中の効果、デッキトップを3枚見てブラックマジシャンおよびブラックマジシャンの名前が記されたカードを1枚を手札に加えることができる。さあここでマジシャンをスロットをデッキトップに持ってきてマジシャンのナビゲートをセット。さあもう1枚もセットしていくという感じでしょうかね。さあもう1枚セットしていく。おそらくですね社長のデッキはブルーアイズデッキだと思いますので、おそらくロセットモンスターはホワイトオブジエンシェントあたりかなと思いますが、さあ今のところタイトに渡り合っていることが分かりませんが、早とっちっております闇遊戯選手。おっと初行の騎士でしたね。初行の騎士を反転召喚。さあ来るがいい。焦るな、モンスターを召喚。ゲームは始まったばかりだぜ。おっと太古の白石を特殊召喚。さあここでマジシャンズナビゲートを使うか。マジシャンズナビゲートを使って中ランモンスターを除外していくか。さあどうするでしょうか。おここはスルー、ここは一旦スルーと。さあ海馬社長何をするつもりなんでしょうか。おっとこれは。さあ来るがいい、シンクロ召喚。おっとシンクロ召喚などという新たなる概念を社長は手に入れた模様です。さあ何でしょうか。そんな召喚法を私は知りませんが、さあ幻想守護者アルマレスを即召喚していきます。さあ初行の騎士の効果。さあここで太古の白石がまた送られるんでしょうか。これは白木霊龍が2連発飛んでいくと非常に厳しい展開になりますよ。闇遊戯選手マジシャンズナビゲートをこの発動するタイミング少し遅かったんじゃないでしょうか。ただしまだコスモブレインがいる可能性ありますからね。さあここは難しいところであります。さあ、レジェンドホワイトオブレジェンドですね、ホワイトオブレジェンドの効果によってブルーアイズをデッキから手札に加えていく。さあここであとはこのモンスターのダイレートアタックを通すかどうかというところにも注目が集まるところですね。闇行き選手おそらくスキルはディステンドロー。おっと特殊召喚。ここでコスモブレインを特殊召喚していく。さあコスモブレインを特殊召喚したところでマジシャンズナビゲートどうするでしょうか。闇行き選手そろそろ発動するんでしょうか。さあここでリバースカードオープン。リバースカードだ、トラップ発動。さあマジシャンズナビゲートの効果によって手札よりブラックマジシャンを展開し、さらにデッキより魔法使い族闇属性モンスターを特殊召喚できます。最強のしもべブラックマジシャン。さあここでブラックマジシャンを一体特殊召喚し、デッキより何かしらの魔法使いモンスターを一体特殊召喚していく。そしてブラックマジシャンが特殊召喚に成功した場合、黒の魔導銃の効果によって相手のフィールドのモンスター一体を選択し、そのモンスターをゲームから除外することができます。さあここはマジシャンオブブラックイリュージョンを特殊召喚していくといったところでしょうか。モンスターを特殊召喚。さあ黒魔導陣の効果発動。永続魔法発動。さあどちらを、まあおそらくコスモブレインですね、コスモブレインを除外していく。さあこれでコスモブレインはいなくなったので、一応アルマデスしかいなくなってしまった。さあエンドフェイズ、ホワイトオブジエンシェントの効果、デッキよりブルーアイズモンスター一体を特殊召喚できる。さあここで特殊召喚されるのは白木英龍。さあここで相手のテルジョの魔法トラップカードを1枚選択し除外できます。さあ黒の魔導陣は除外されてしまったが、どうする闇遊戯。さあ闇遊戯選手、おマジシャンズロットを引けた、これはかなり大きい。さあどうするんでしょうか。マジシャンズロット召喚はとりあえず確定事項かなと思いますが、今日の魔導陣も発動していく。永続魔法発動。さあ今日の魔導陣の効果を発動しデッキトップを3枚見ます。おここでチェーンがあるようですね。ここでチェーンがあるということはおそらくですね、相手の手札にブルーアイズホワイトドラゴンはいるということでしょう。さあデッキトップをいじっていきます。黒魔術のカーテンを手札に加えて、さあそのまま発動。
手札のクロマジスのカーテンの効果によってライフポイント半分払い、デッキよりブラックマジシャン1体特殊召喚することができます。さあブラックマジシャン特殊召喚していく。これが俺の切り札にして最強のしもべブラックマジシャン。さあ2体目のブラックマジシャンをフィールド上に特殊召喚していく。さあこのブラックマジシャンが特殊召喚に成功した場合にフィールド上の黒の魔導陣の効果が発動し、また相手のカードを1枚除外することができます。さあどちらを選択していくんでしょうか。永続魔法発動。さあ黒の魔導陣の効果によってアルマネスでしょうか、一応白き霊竜でしょうか、まあ、これどちらにしてもブルーアイズに変身されると思いますが、一応白き霊竜を選択していく。さあ白き霊竜の効果によって、そこが果てなき闇なら闇にも染まろう、俺と共に来いブルーアイズよ。さあここで白き霊竜自身をリリースすることによって手札よりブルーアイズホワイトドラゴンが特殊召喚されます。さあこれはすごく熱い盤面です。ブルーアイズ対面ブラックマジシャン、大幅に攻撃力が足りていません。大丈夫でしょうか。さあとりあえずバトルフェーズに入る模様ですね。いけブラックマジシャン、ブラックマジック。さあアルマネスは戦闘破壊をすることができた。ただし相手のフィールド上には攻撃力が3000のブルーアイズホワイトドラゴン、そして手札は2枚。さあどうするんでしょうか。これはおそらくスキルはオルタナティブだと思いますので、ブルーアイズオルタナティブホワイトドラゴンに変身することはできると思うんですよね、ハイバー社長の場合は。何を企んでいるんだ。さあ何を企んでいるんだ、かなり怖いですよこの場面。ゲームは始まったばかりだぜ。さあスキル発動、オルタナティブの攻撃によってブルーアイズホワイトドラゴンオルタナティブホワイトドラゴンに変身させます。貴様のモンスターを破壊する。さあブルーアイズオルタナティブホワイトドラゴンの効果、相手のフィールドのモンスター一体を選択し破壊していきます。さあこれによって破壊されるのはおそらくブラックイリュージョンでしょうかね。おそらくブラックイリュージョンが破壊されると。燃えてくるぜ。さあブラックイリュージョンが破壊されました。場に残っているのはバニラのブラックマジシャンが2体のみ。どうした、もう終わりなのか。さあただしこのターンでライフポイントを削り切らなければ闇遊戯選手次のターンディスティニードローが待ち構えています。さあ会話社長どうするでしょうか。カードを1枚セット。ターンエンドだ。さあターンエンド。俺は負けない、俺のターン、俺はこのカードにかける。さあスキル発動、ディスティニードロー。デッキより好きなカードを1枚手札に加えることができる。さあここで手札に加えるのはもちろんティマリオスのマナコだ。このカードを信じるぜドロー。さあ手札よりマジックカードを発動していくことでしょう。手札から魔法発動。さあブラックマジックの効果によって相手のエネミーコントローラーを破壊していく。よしモンスターを攻撃表示で召喚。さあマジシャンズロットを召喚し、マジシャンズロットの効果発動。効果発動。デッキよりブラックマジシャンの名前が記された魔法トラップカードを1枚手札に加えることができます。さあここで手札に加えられたのはサウザンドライフ。魔法カードサウザンドナイフ。サウザンドナイフの効果によって相手のフィールドのモンスター一体を破壊できます。さあこれが This is ブラックマジシャン。ティマイオスのマナコを発動。さあこれは分回っている、これは分回っている。そしてここで容赦なくフィールドに召喚されるのはモンスターを融合召喚、超魔導剣士ブラックバラディン。さあこのモンスターお互いのフィールド墓地とドラゴン族のモンスターの数かける500ポイント攻撃力アップできます。運命の罰ゲーム、なんという効果力。これで決めるモンスターでダイレクトアタック、超魔導ムレーズン。見事闇遊戯選手見事。遊戯貴様いいデュエルだったぜ、また戦ってくれ。非常に熱い対戦となりました。ありがとう海馬社長。さあ準々決勝第2試合の様子をお届けしてまいります。誰とやろうと勝利に変わりはない。話には聞いていたけど随分思い切ったイメちゃんだ。デュエル僕のターン
さあ思い切ったイメチェンをしたヘルカイザー両選手、非常に殺意が高いことで有名です。これモンスターをセット、この肌肉を貫くし、俺のターン、ドロー。さあサイバードラゴンが2体、なるほど。そして相手のフィールド上に表が表示モンスターいないため CA の宣告者は使えないと言ったところでしょうかね。サイバードラゴン、さあサイバードラゴンも特殊召喚していく。相手のフィールド上のモンスターが存在する場合のみ特殊召喚することができます。カードを伏せる、カードをセット、バトル。さあこのままバトルフェーズ、サイバードラゴンの攻撃、エボリューションバースト。さああのモンスターは何なんでしょうか。おっとディバインガイ、これは強いですね。ターンを終了する、これは結構墓地に送れたのはでかいか。僕のターン、さあプロフェッショナルのタクティクスを見せてもらいましょう。さあプロデュエリストのタクティクスを来い、ビジョンヒーローバイオン。おっとこれは強いですね。バイオンのモンスター効果発動、バイオンのモンスター効果によってデッキよりヒーローモンスター相手を墓地に送ることができます。さあここで墓地に送られるのは何なんでしょうか。おっとディアボリックガイ、これは強い。 OCG バリの超強力ムーブ。さあディアボリックガイのエフェクトによって自身も除外し同盟モンスターをデッキの特殊召喚していく。ディアボリックガイ、さあここで2体のモンスターが揃っていく。魔法カード融合、さあここで融合の効果を発動。融合によって今現状フィールドに見えているのはビジョンヒーローとディアボリックガイ、ディヒーロー、あ2体の融合ですかね。2体ということはデュエルリンクスにおいてはおそらくデッドリーガイかなというところですが、さあ何が融合召喚されるか。あそうですね、カモンデスティニーヒーローデッドリーガイ。さあデッドリーガイが融合召喚されましたと。さあこのままデッドリーガイのエフェクトも発動、手札を1枚捨ててデッキよりヒーローモンスターを1体墓地に送ることができます。さあディスニーのディバインガイを墓地に送っていく。俺は飢えている、カードを乾いている、勝利にディバインガイのエフェクト発動。さあこれは強い。さあディバインガイの効果によってディスティヒーローモンスター一体除外し、デッキより2枚カードドローしていきます。これは強力な効果、手札が一気に増えた。さあアドバンテージは稼いだぞ、エイトフェニックス選手。さあここからあとはこの伏せカード2枚とこのモンスターを突破することができるかどうか。デッドリーガイで当たる。さあマスクチェンジは引けているんでしょうか。今のところはとりあえずこの状態でそのまま行くんですかね、ヘルカイザー選手は。面白い、なるほど。さあターンを終了しようとしていますと。俺の勝利の糧となれ。さあヘルカイザー両選手融合関連のカードが引けた。さあここからはサイバーリーのターン。さあどうするんでしょうか。手札から魔法発動。さあ深淵の宣告者の効果を発動していきます。これによって闇属性戦士族を宣言し、相手のフィールド上にその宣言した種族および属性のモンスターがいれば相手がそのモンスターを選択し相手が自身の手で墓地に送ります。さあこれはインチキ効果。さあデッドリガーの効果、ディバインガイを墓地に送ってデッキよりヒーローディスティヒーローモンスターを一体墓地に送りますが、時これはすでに遅いんじゃないでしょうか。勝利こそが全て。さあブロッドサイバードラゴンが2体特殊召喚されていく。リバースカードオープン、トラップ発動、サイバネティックオーバーフロー、墓地および手札もしくはフィールドよりサイバードラゴンも除外し、除外した数だけ相手のカードを破壊できます。さあ有効だった。速攻魔法発動。さあサイバーロードフュージョンの効果を発動していきます。これによってフィールドまたは除外されているゾーンよりサイバードラゴンモンスターをデッキに戻すことによってサイバードラゴンモンスターを融合素材とする融合モンスターを特殊召喚できます。さあ来た、いでよキメラテックランページドラゴン。さあ新しい新たなるヘルカイザーリオの切り札融合召喚されました。キメラテックランページドラゴンの効果発動、機械毒光属性モンスターをデッキから墓地に送ることによってこのターン墓地の送った数まで攻撃回数が増えます。さあ決めてクランペジドラゴンは3連打が可能。バトルだ。さあバトルフェイズ、クラウガイモンスターでダイレクトアタック。さあ決めてクランペジドラゴンの攻撃にダメージステップ、
絶質絶質リミッター解除、リンクスマンリミッター解除を発動していきます。さあ一連だ。ついていない。俺は勝利をリスペクトする。その首もらった。ダイレクトアタック2連打3連打4連打5連打うるさいです。フェルカイザー両選手うるさい。目的はプロリーグを制覇し世界の頂点に立つこと。この程度で諦めるものか。鬼にならねば見えぬ地平がある。敗者の貴様には分かる。やっぱりこいつ殺意高すぎ強すぎる。